お元気ですか？あ、気持ち悪い。はい、皆さんこんにちは。3分でーす。今日はですね、普通にラーメンを食べながら、簡単に僕の近況を話します。ペヤング激辛。まあこれ前食べたことあるけどね、正直甘かったです。まあこれ正直辛くないですよね。日本の焼きそばが食べた方。これがなんて辛いなの？男だったらこれ全然辛くないやん。ブランチン。一人でラーメンを食べたくなかったです。最近毎日毎日が退屈ですよね。退屈。マジで退屈。多分皆さんも同じでしょう。今日は YouTuber 3分じゃなくて、普通の3分くんにとして食べるから。最近僕の日常はなんとかマジでつまらないです。くだらない話は、くだらない。僕毎日毎日家にいて友達も会えないからね。つまらないだな。正直今、まあ、韓国はなんとか外出したりなんか他のところ遊びに行く雰囲気です、うん、マグロも少し一緒に食べようか。マグロマグロマグロ。僕魚は嫌いだけどこのマグロはまあ好きなんですよね。これも魚ですけれどもなんで好きなのか。これははいこんな感じ。家にマヨネーズがない。残念。あ、先の話。僕はまた心配なので、ずっと家にいます。また心配ですよ。韓国語でケランチムも一緒に。あ、普通にケランチムはね、韓国で辛い食べ物を食べるとき。ケランチも一緒に食べるけどね。まあこれ辛くないけど、なんか今日食べたくて。美味しいな。あと僕ね、最近今日が何日なのかそれも知らないです。毎日毎日何すればいいなのか。マジで家でできることがないんですよね。皆さんは何してますか最近。僕みたいにずっと家にいる人、うん、最近僕の趣味はね、日本の歌を歌うことだったけど、まあカラオケ行くこともできないし、甘いなこれ。美味しいですよね。まあ普通に甘い。なんとか家で歌いたいだけど、僕の家防音ができないなので、まあ歌うこともできないんだ。あと僕最近月末にはニュースをよく見ます。来月には日本に行くことできるか、うん、しかし最近は諦めました。甘いな。まあいつか行くことができるから、うん、まあ僕のお願いがあるけど今年行きたいです、うん、今年なんか急にこんな状況になって僕みたいな人まあ多いんだと思うけどみんな頑張りましょう。ごちそうさまでした。なんで今日はパンちゃんがいい子なのか、まあ、知らないですけれどもみんな頑張りましょう。これ正直辛くないからペヤング激辛、皆さんもまあ食べてみてくださいね。今日はここまで。じゃあね。Dun dun.